Fiery! Traitor. Sephiroth! Luffy! Zora! Roxas! Why? Axel! I'm a fool! Xemnas! You're right. それは島にいた女の子は思い出した？少しずつかな。その子のこと僕たちにも教えてよ。話しているうちに思い出すかもしれないよ。おとなしい子でいつも絵を描いてた。海で遊ぶよりも海の絵を描くのが好きって感じかな。俺たちの絵も描いてくれてさ、結構上手だったな。どっちの絵を描いてもらうかでリクと喧嘩したこともあったっけ。だけどいつの間にかいなくなった。大人たちは事情を知ってたと思う。ひょっとしたら俺にもちゃんと説明してくれたのかもしれない。だけど俺小さかったから理解できなかったんだろうな。あの子がいなくなって少し泣いたのは覚えてる。でもそれっきりさ、名前も忘れちゃったんだ。そのうち全部思い出すよ。はあ、それにしても奇妙だ。ここでは記憶を失うだけだと思っていたのに、もしかするといろいろなことを忘れたために心の底に埋もれた記憶が顔を出したのかな。忘れることで見つけるってこと？あいつらが言ってたな。本当に大切な思いほど心の奥にしまい込まれて思い出せなくなるとか、手に入れる代わりに失い、失う代わりに手に入れるとかなんとか。最初は意味がわからなかったけど、こういうことだったのか。なんだか空が羨ましくなってきたよ。僕たちも忘れてた大切なこと思い出してみたいな。あ、ウフィ、どんどん進んで僕たちも思い出そう。狙い通りね。計画続行だな。あいつらには行き着くところまで行ってもらう。あんたは一回で楽しんだでしょ。だから今度は私の番。ただでは渡さないわよ。壊すなよ。へえ、優しいこと言うじゃない。楽しいおもちゃなんだから大事に遊ぶわ。忘れるな、あいつは鍵なんだ。俺たちが機関を支配するためのな。口が軽すぎるんじゃない。真の狙いは最後まで秘めておくのね。血が軽いのはお前だよ、ラクシーヌ。ねえソラ、そろそろあの子の名前を思い出したんじゃない？なぜか名前だけは思い出せないんだよな。消えたぞ。早く思い出してよ。